ココラ TV です。どうも。今日はとっても私自身がとても楽しみにしていたテーマなんですけれども、今日は婦人ちゃんがね、婦人ちゃんがねやっているシェケットプラが正式にねオープンしたということで、しました。はい、まあね、みんなもねこれはね知りたい人も多いと思うし、まあ私自身がめちゃくちゃ楽しみにしていきました。ココちゃんね、はい、まあ、私自身もすでに愛用しておるんですけれども、おるんですけれども、はい、あれのちなみにさ、写真すんごい可愛いんだけど、あれは韓国で撮影しているの？そうそうそう、いつもね韓国で撮影して、そう売ってるね。あれ写真のね感じがとてもいい、めっちゃおしゃれなの。写真だけ保存していっぱい、なんか私スクショしまくってるからね、こうやってね。なんかね保存ができないからスクショしてんの。で後で切り取ったりして。嬉しい。そう、めっちゃおしゃれで可愛いんで、ぜひみんな見てください。見てください。チェックね。でなんかちなみにあれありますか、おすすめの、おすすめ商品ね、そういったもの。これね、あ、これ一番ね噂の売れてるやつ、一番人気のやつ。当てていいのかな。19金。でこれは色違いじゃん。これはねコルセットみたいになっていて、こうやって天使のブラですね、噂の。そう、え、これ見せちゃっていいの、みんなに裏側を。あ、いいのかな。これ何、手みたいな形になった。見て、みんなわかる、手の形になってるよ。手で胸を支えてる感じ。そう、こうやって天使の羽みたいなのがついてます。てか触り心地めっちゃいい、超気持ちいいんだけど。そう、いろんなねコルセットブラがあるのよ。はい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 、韓国ではね。そうそうそう、一種類全部やってみたけど、やっぱうちのが一番いいかなって感じです。あー、こういう感じでね、ここ結ぶんだよ。そう、結ぶの、こうやって。で意外と私ね、胸がね、お胸がちっちゃい人が好きなのかなと思ったら、意外と大きい胸のお持ちさんがちょっと欲しいっていうリクエストがすごいあったの。で今回これ D サイズなんだけど、 D と E のちょっと大きいサイズを持ってきて、だからか私完全合わないもん。だからか、はい、ここキュッとしてね。そう、はい、これがすごくいいということで、皆さんぜひチェックして。これ本当バカ売れしてるみたいだから、私の友達もね、実際ね、ヘリンちゃんに何も言わずに買ったらしいよ。みんな買ったみたい。嬉しい。他にも何かありますか。他にはこれからちょっと寒くなりますので、はい、冬の時期に今 ねかけていて、とっても暖かいですけど、ブランケットです。ブランケット、とっても可愛い。ポンポンが入ってる、ポンポン付き、めっちゃ暖かいんです。すでに今ね2人とも膝にかけてるんですけれども、ね、これが発売されるのね。そう、これから発売されます。そうやって、だからシークレットブラでは、そのそういうブラとかそういうものだけじゃなくて、うん、下着だけじゃなくて、こういったものとか、あとパジャマとかそういうものもあるので、うん、すごくね、みんなチェックしてみてもらいたいと思う。だからヘジちゃんのセンスがいいし、チョイスがね、いや、チョイスがいいし、本当に実際つけてみて、私下着、私結構あのレース系の下着すごい好きなんだけど、そうあのパッドとかないやつ、あれ完全に私今ヘジちゃんのやつ鬼の愛用しております。嬉しいです、はい、それもそうだし、あとはルームウェアもあるでしょ、うん、でこういうものも発売されるから、ね、これからね、ぜひぜひみんなもチェックしてみてください。チェックしてください。はい、でマジでサイトみんな見てね、見てほしいです。とっても可愛いからおしゃれ、もう語り尽くせない感じなんですけど、はい、またこれはゆっくり話したい、話す回を作ろうかな、うん、はい、お願いします。ということで、せーの、ぴょんからのかいばいぼ、わかった。